いや本当にひまり先輩はね優しいんですよ、いやそうなんだよね、そうなんだよね、うん、優しいんだねひまり先輩ってね。今ではさ、どんな感じなの、ひまり先輩って。全然なんか、結構さ私が先にちょっと撮影の時ついてたりとかして、なんか緊張してたりするんだよ。で、まあ、スタッフさんもすごいみんな優しいからさ、おはようとか、どう慣れたみたいな感じで毎回言ってくれるんだけど、まあ、それでもね、ちょっとずつ慣れてきてはいつつもちょっと緊張してるんだけど、こうひまりちゃんがこう来るとさ、こうパッと明るくなるというか、なんか、ま、早く来いって話だよね。そういうわけじゃなくて、でもなんかそのすごい、いつも遅れてくるからね。違う、そういうわけじゃないんですよ。違うわけじゃ。もうさ、そういうなんか明るい、すごい周りを明るくする力があってすごい、素晴らしいなといつも思っております。本当？はい。聞いたみんな。ひまりちゃんは素晴らしくて可愛くて、はい、何でもできる存在なんだって。はい、そうなの。いや本当にそうなのよ。ね、はい。ねえ、ほら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 。さりげなく教えてくれるしね、こうなんか。そうさりげ、そのさりげなさがすごい、ね。そうなんだよ。そう、うん。なんかご飯をさ、ちょっと、ご飯食べに行こうよって言いながら、ちょっといろいろどうなれたみたいな。とか、スタッフさんのこと覚えたとか、なんかいろいろ気使ってくれて、そうなんて優しい先輩なんだなって思って、ほんと、うん、そうどうや切り抜いてくださいね、皆さんここですよ、切り抜きポイントだそうですよ、頼みましょう、はい、じゃあ次ですね、好きなお酒、カクテルは何ですか？またそれに合うおつまみも教えてくださいという。